結婚式というテーマでいきたいと思います。私事ではないわ、すみません、私の私事ですか、すみません、結婚するの、全然違います、申し訳ない、ちょっと見栄を張ってしまいました、はい。はい、すみません、あのですね、あの私の家族なんですけど、うん、妹がですね、日曜日に、うん、土曜日に結婚式を挙げまして、うん、おめでとうございます、はい、とてもね、はい、素敵な結婚式でした。あ、先起こされたってやつ、ね、はい、先起こされた姉でございます、はい、今日が豊さんの番じゃなくてよかったなって、あ、そうか、本当に優しい子せんちゃんでよかったななんて、いやどうしよう思っています。豊かの生き量がね、乗り移るみたいな、ね、やだ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 ね、なので、あの皆さんの結婚式ってどうだったのかなって気になる、うん、これからしたい方、そう、ね、どんなのしたいとかね、どんなのしたいのも気になるし、うん、あとは周りのご家族とか、うん、あと知人ね、うん、知り合いの皆さんの結婚式とか友達とか行ってみて、ね、なんかどんな結婚式だったのかとか、いろいろあるね、うん、きっとね、余興はどんなんだったとかさ、ね、ね、なんで余興とかするんだろうね、まあいいんだけどさ、でも楽しかったですよ、うん、パーティーだね、うん、ね、ぜひ皆さん結婚式というテーマでお便りをいただきたいと思います、はい。メールの手先は 845@maebashi.fm です。それではこの後はニュース、天気、交通情報などをお伝えします。皆さん、いってらっしゃい。じゃん、今日のメールのテーマお願いします。おい、今日のテーマ結婚式、はい、結婚式ですね。先ほどもね、冒頭でも言いましたが、私、あーちゃんの妹がですね、うん、土曜日9月9日かに無事にね、結婚式を挙げることができました、うん、嫁に行きました。嫁に行ったの、向こうもらったの、いや、お嫁に、嫁に行った、そうなんです。ただね、5分圏内に住んでおりますので、あ、そんな近いんだ、いつも帰ってきてます、あ、夫婦揃って、そんな近いの、近いですよ、5分かい、そう、もともとその実家同士も近くて、うん、はい、そうなんですね、いいとこ悪いとこいろいろあるね、ありますよね、うん、絶対ね、今後ね、うん、そうだね、そうそうそう、ただもう妹は、うん、あの中学生の頃からずっとお付き合いをしてる、長い、長いですね、そう、まだね23歳で若いんですけど、うん、あのしっかりね2人でお金も貯めて、うん、あのちゃんとした結婚式がね、挙げてる姿を見て、いや本当にね、なんかすごいなって思いましたね。そうですか、思いました。お姉さん感動したのね。いや、もう、あの教会式あるじゃないですか、うん、あ、教会でされたん、はい、あげたんですけど、うん、あのまだ妹とかが入ってくる前、お父さんも入ってくる前に、うん、まあそのみんなが入るじゃないですか、うん、あの教会の中に、はいはい、はい、そしたら、あのなんだろう、歌を歌ってくださってる方いるじゃないですか、ごめんなさい、うん、ね、うん、その皆さんの歌声に、うん、もう私は飲まれてしまって、もう最初から涙ずっと泣いてました。あ、すごいですね、そう、あの感動です、ね、そう、わかりますか、うん、そうで、まあ、あのお父さんお母さんが、お父さんと妹が入ってくるじゃないですか、そしたら普通お父さんがそのまま旦那さんに渡しするところ、うん、私んちちょっと違くて、うん、なんかお母さんがティアラを持って登場してきたんですね。そう、お父さんと妹がまず真ん中まで2人で歩って、うん、したらお母さんが次にティアラを持って後ろから歩ってきて、うん、だから2人でつなぐみたいな、ほう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 、でティアラをお父さんに渡して、お父さんが妹のティアラをつけて、うん、でお父さんが旦那さんに渡す、手渡すっていう、うーん、ティアラを最初から乗っけてなかったの、そう、あ、そういう風になんかその両親でこうつなげていくっていうのを、結構ね、友達とこみんな初めて見たみたいなことを言ってたので、もう私んちある娘の時は、はいはいはい、私と神さんが娘を羽交い締めに両側からして、吊るし上げるようにして運びましたね。面白い、うん、吊るし上げるようにって面白いね、これね、うん、じゃあもうね、そうだよね、羽交い締めですよ、両側から、あ、うん、面白い、なんでかっつったらね、うん、あの外でやってね、芝生の庭だったんだけどね、はいはい、ぐっちょんぐっちょんだったんです。あ、そうなんですか、だから滑らないように、はいはい、うん、両側からね、あ、うん、そう、腕を回して、ね、じゃあお天気悪かったんですか、天気雨降っちゃったんですね、あら、うん、娘さんの結婚式なのに、ザーザー、はい、そうなんですよ、なるほどね、うん、でもちょうど こちらも結構天気が悪い9月だったので、うん、心配だったんですけど、うん、ちょうどね無事に晴れて、うん、快晴で、はい、ただその日の夜はもう土砂降りだったんで、二次会とかは結構大変だったみたいですよ。あ、そっかそっか、そうそうそう、でやっぱり披露宴とかも、うん、私中座、中座したしました、うん、そう、なんかお姉ちゃんって呼ばれて行って、うんうん、したらなんかお姉ちゃんへっていうムービーも作ってくれてて、
あ、中座って、うん、今分かった。え、分かった、え、はい、何だった、何だった、うん、席外れたんかと思って、え、違うよ、違いますよ、うんうん、はいはい、そうそうそう、うん、あの妹がお色直しに行くときにね、うん、そう一緒に手を引いて、うん、一緒に行くってやつなんですけど、あ、そういうのでね、はい、その前に、うん、あの、なんだろう、ムービー流してくれて、うん、すごく感謝の、なんかいっぱい書いてね、作ってもらってて、すごく嬉しくて、うん、でその後にお姉さまいかがですかみたいな感じで、うん、コメントを求められた時に、うん、多分、うん、このラジオをやってなかったらこう言葉が出てこなかったけど、うん、そう急に振られても、あ、なんか喋ったの、そう喋、うん、れてて、うん、もしかして台本あったのっていうぐらいみんなに言われて、うん、でその時に本当にラジオを、うん、あのやらせていただいてよかったって思った。そうなんだ、うん、みんなになんかそのやっぱラジオやってるからだねって言ってもらえたのが嬉しかった。そうです、それは良かったですね。やっぱ何事もね、一番目立ってたりとかしてね、お姉さんね、いや、そうそうそう、お母さんとお父さんに超言われました、注意事項って言われました、主役より目立ってた、そう、今日はあなたが主役ではないからねって言われて、やっぱりね、一応言われてそうですね、でも本当に、なんだろうね、もう言葉にできないぐらいの幸せで、なんかお父さんとお母さんもすごく喜んでいたし、うん、今やっぱりいろんな家庭があるので結婚式をねやらない家庭はもちろんあるじゃないですか、うん、ね、いろいろね、もうね、そう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 、うん、もうそれはそれでね本当にいろんな形があるのでいいと思うんですけど、やはりやっぱりこう結婚式っていうのは、うん、なんかやっぱり両親に最後のプレゼントじゃないけど、うん、うん、大切な本当に行事なんだなっていうのを心から思いました、うん、まだその感動が冷めてないね、全然冷めてないです、うん、今のこの感じね、はい、うん、なのであの皆さんはなんかそういうことを思ったことはないのかなとか、うん、皆さんはどんな結婚式だったのかなとか、うん、ね、コセンちゃんもさあの、うん、マリリンさんの結婚式とか行ったでしょ、あ、それあった ね、 ね、 ね、皆さんで、名部の皆さんでね、うん、行かれたりとか、その時どうだったの、なんかね、お笑いショーみたいのがあった ね、 それはね、お笑いショ ー、 ー面白いね、本当面白かったよ、うん、面白かったって結婚式だね、だって公開でやったんでしょ、あとなんか公開も公開はその事前にね、うん、うん、素晴らしい人ですよね、ラジオで言っちゃうんだもんね、面白いね、面白いね、うん、やるよーって、ね、うん、リスナーさん思いですよね、うん、ね、だからそう言って今いろんな結婚式があるのでね、はい、ぜひ皆さん教えてください、はい、はい、メールの手先は 845@maebashi.fm です。皆さんからのメールお待ちしております。時刻は7時53分もあります。この結婚式はですね、うん、妹がそのなんだろうな、あの保育の学校に通ってたので、はい、あの和太鼓部に入ってたんですよ。お、そうだからみんなが和太鼓、太鼓の達人、太鼓の達人です、うん、ドドンじゃなくて家でもやってた、いい、うん、やってないよ、やってない本格的なやつだよ、うん、そうやってたからみんなが和太鼓演奏してくれて、うん、ああそれは賑やかじゃん、そう、うん、でもちゃんと真面目にやるみたいな、あ、そう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 、だからなんかやっぱり昭和と平成の結婚式ってやっぱちょっと違うよねっていうね、うん、話をしてましたね、なるほど、そうでガレージュノさんの話に戻るよ、ラジオネームトゥーパンプスさん、パンプさんいらっしゃい、おそらく100組以上のカップルの結婚式を撮影しました。あ、撮影、仕事、すごい、うん、すごいね、仕事のこともありましたし、親しい友人のためにボランティアのこともあったって、うん、すごいね、でも一番困るのは花嫁さんが目をつぶってしまった写真なんだって、あ、でも修正してしまう技術がありましたと、うん、あ、すごいな、だって半端じゃないでしょ、あのプロなんか頼むとさ、うん、すごいもんね、今はね、すごい、昔のフィルムの時代だってバンバン撮ってたよ、プロに頼むと、うん、がっぽりもかるんだろうけどね、相手に、写真屋さんはね、うん、あ、よかった、言わないで、今デジタルだからね、でね、私の唯一の自慢は撮影したカップルが一組も離婚をしていないことだって、あ、それすごい、すごいね、それすごいですね、すごいね、ただその反対でラジオネーム赤城山大噴火さんは、うん、招待されたカップルは、うん、みんな離婚しちゃってるんだって、あれ、だからあーちゃん俺を絶対呼ばないでと、あ、そういうなんか出してるんだ、大丈夫です、うん、絶対呼びたくありません誰よ離婚ね、来て離婚されちゃう、そういうねジンクスがある人ね、うん、いやいや、でもね、まあ、
ジョークですが赤城山大噴火さんの、ね、せいではありませんので、はい、火を落とさず、はい、続いてラジオネーム私もそういうのやりたい。だってあーちゃんが憧れるのはどんな結婚式ですかって言われてるから、うん、私はねたくさんお世話になった人たちいっぱい来てもらいたい、うん、そうでもうなんかなんだろうな個性的な結婚式にしたい。個性的な、そうまあね、うん、まあ何歳になるかわからないですか、ね、まあ来てくれた方がね一生忘れられないようなね、うん、うん、そうだね、うん、でもねいろんな意味で一生独身かもしれないからあの着々と貯金始めてますからね。まあねお金持ってた方がいいですよね。はい、はい、続いてらの担当は私磯日彩香と月曜日の小千里ちゃんでした。また明日バイバイ。またね。